どうも、村田です。今回は前回ね、やってみたアクロバットサッカーの爆中バージョンがあったので、しかも3なんだけどね、3からちょっと早速やってみたいなと思います。トニーくんシリーズ個人的には面白いと思うんだけど、相変わらずそんなにね、評価は高くなかったんだよね。では早速やっていきたいなと思います。またどうせ初見殺しなんでしょ、これ。これ初見殺しがすごいからないつもな。そして難しいってこれ。え、何これこれ。これで、あー、なるほど。こういう感じで方向を決めるんだそうなんだけど、これ早速壁にぶつかんない。ちょっとやってみたいけどね。ほい。あれ。あ、ん？ほう。いや、そんなことあるか。そんなお前、スーパーボールみたいな弾かれ方あるか。トニーくん、いや、毎回結構ね、突っ込みどころは満載なんだけど、びっくりしちゃう。面白。しかもなんかさ、物理の動きに反してるよね。分かったよ。そういうことなんだ。これ、距離出したら勝ち？勝ちっていうかいいのかな？それとも高さ？じゃあ、高い爆中ってさ、難しいっていうか、いいから、これでやってみるか。え、そういう感じなの？頭から刺さったじゃん。脳天直下ってまさにこのことじゃん。いや、ひどいね、今。絶対死んだよ。もう、頸椎行ったわ。え、じゃあこっち、こっちに行く。せーの、ぴょん。これで1回押して2回目のタップで行くらしいんだけど。え、あ、ま、箱の上で今静かにお亡くなりになったんだけど。え、どういうこと？どういうこと？ちょっともう一回やってみるわ。さ、まずジャンプして、もう一回押したらどうなんだろう。ちょっと試しにやってみます。こうやってやって。あ、開くんだ。あ、腹落ち。オッケー、わかった。飛んでいって、で、このいい瞬間、いいタイミングでもう一回。だからボタンを3回押すんだ。じゃあちょっと高さ狙っていく。次。1回目でゲージ狙って、2回目で止める。で、こう来て、あ、ちょっとやりすぎたわ。これはまあ、生きてたと思うわ。勢いがうまいこと死んでて。多分生きてたと思うんだけど、こうして、はい。いいじゃん。この辺じゃない？いや、違ったわ。つま先行ったかもしんない、今。もう一回。あ、待って！あっちに今、マットあったわ。あっち狙うってこと？オッケー。わかったよ。行きまーす。せーの。はい。行けー。いや、無理臭くない？あっちに行くの。え、バウンドしてもいいってこと？こいつ、トニーくんスーパーボールみたいだから、弾かれていいってこと？よくないよね。そうだよね。もう死んだね。いや、そうなるよね。お。あー、わかった。なるほど。一発で行くもんだと思ってたわ。何回か行っていいんだ。え、むず。これ狙いすぎると失敗するんだ。いや、いいじゃん。コツ掴んできたわ。こうだね。はい。あー、来た。結構ギリギリだったけどな。じゃあステージ2行きましょうか。これもステージ5ぐらいまで行ったらやめようかなと思うわ。これさ、ってことはバウンドするわけだから、こういうのもありってこと？作戦的には。あ、ありらしいよ。これで行ってみる。これでこういう感じでこう跳ね返ってさ、やってみる。なんか逆に遠くなりそうな気もするけど。はい。あ、やばい。普通に行くか。いや、一回目成功しても笑ったな。はい。はい。あー、きついわ。なるほどね。段差がつくとなかなか難しい感じになってるわ。でもね、一回目の、なんか、少林サッカーみたいな、アクロバットサッカーよりかは、やりやすい。あ、いいね。平気でこいつさ、二回中、三回中ぐらい回ってるけどさ。ほい。こいつ、感覚モンスターじゃん。やべえじゃん。っていうか、ほとんどタックルしてないよね。こいつ、どうやって回転つけてんの？ほぼ心身じゃん。うわ、すご。こいつさ、よく体操選手がさ、着地止めをね、スタン中何回連続で止められるかみたいなことをやるんだけど、その次元をさ、はるかに高次元でやってるよ、こいつ。あ、よいしょ。よくやるんですよ。スタン中、そっから、せーの、よいしょ、はい、1回目、もちろん、着地止めるんですけど、こうやって、2回目、3回目ってやるんだけど、それの連続、ダブル異常バージョンでしょ？すごすぎ。はい。これもいけただろ。はい。あ、惜しかった。というわけで、またここまでやってきました。俺ね、一個気づいちゃったんだ。こいつね、引き上げちゃんとやってないの。引き上げをちゃんとやらないですぐタックルやるんだよね。それでこの高さ、ちょっと見てて。いくよ。せーの。ほいって、ほら、全然さ、引き上げてないんだよ。
天才すぎない？これでこの高さだよ。だからこいつさ、多分しっかり引き上げたら、抱え込むの早いって話なんだけど、引き上げたらめちゃくちゃ高く飛ぶんだろうね。まだ伸びしろあるっていう。天才だわ、こいつ。次、穴開いてる。この辺、こうだわ。こうだわ。はい、行きます。よいしょ。うわ、あ、なんか微妙な光景じゃないこれ。もう一回行くわ。すごいよね。こいつのさ、後ろの移動手段がさ、あ、やばい。やりすぎたわ。やばくない？こいつのさ、後ろに移動するときの手段がさ、ダブルなんだよ。スタイリッシュにも程があるだろっていう。1、2。あー、いいけど、むずくないこれ。むずいね、これね。こっちの方向に飛んでいくか？はい。1、2。いやー、来たー！なんかギリギリ。ちょっとさ、その先が見えない。その先見たいんだけど見えねえんだよ。こっちの方、流し目に行くか？流し目に。1、2。あ、やべ、ミスったー！刺さった、死んだ。はい、来ました。イェーイ。はい、次のステージ行く。ステージ4です。あ、これは待った。難しいステージだな。今度は下に降りていくっていう。ちょっとさ、やりたいことがあるんだ。1回中で行けないのかっていう。2回じゃないとダメな。ここで。あ、行けるじゃん。行けないじゃん。それ着地取れないってなんだ？こいつ、二回中やりすぎて、一回中無理な。苦手な、こいつ。あのね、今ぐらいの角度だったら、無理やり着地取りに行けるんですよ。多分行けるはずなんですよ。そういうちょっと細かい修正能力、この人ないのかもしれない。すげえ宙返りするけど。一、二。三回行けそうだったよね、これね。あ、待って、ちょっと思いついちゃった。三回中さ、狙ってさ、下の次の段、一段飛ばし行ってみない？ここ。失敗した。1、2、3。ああ、行けそうだったじゃん！ 1、2、3。ほい！いやあ、やべえ、かっこいい、スタイリッシュ。ベリーグッド。ああ、もう一回。次ゴールだったっけ？よし、狙ってっか。攻めよう。攻めていこう。この辺。1、2、3。なんかさ、謎の縛りプレイやってるわ。じゃあ3回中で1段飛ばしでゴールするわ。1、2、3、失敗したかもこれ。ちょっと気づいちゃったさ、3回中は3回中でも、これ直接ね、マックス、これマックスなんだけど、ゴールいけんじゃねっていう。めっちゃ流すやんっていう。あ、ダメだったわ。これは完全に死んだ。今度こそ、この辺。いけ！いけ！おー、来た！やーば！いいぞ、スタイリッシュだぞ。かっこいいぞ。次じゃない？次が大事。ビビるな。ここだ。はい。いや、着地取れたらお前。着地、苦手な子か、お前。さ、最後でーす。ここ決まったら、ここクリアでーす。いきまーす。よいしょ。ほっ！よーし！これ着地取れて、さっきのやつなんで着地取れねえんだって。最後ね、このステージ5をクリアして終わりたいなと思うんですが、ちょっと一回やってみたいことあったんだよね。ポンポンってゲージやって、低い宙返りやったらその場の宙返りみたいな感じになるのかなって、どうなんだろうっていう。あ、やりすぎた。あ、回れないのか。ダメ？これじゃあダメ？もう少しゲージを、この辺？あー、なるほどね。これ何の遊びだ。まあ、続きやろ。こっち行って、この辺かな。これ2回中きついのかな？割と1回中あり？おー、いけた。1回中で、こう流し目、ビューンってさ、後ろに引っ張って、ん？これ、今悪いこと思いついちゃった。壁にバウンドしてさ、ポンポンっていけるかなっていう、そういう作戦。いけると思う。ちょっとやってみます。あ、ダメだったわ。こっからこっちが鬼門だな。うまくいくかな、これ。あ、いった！よし！こういう風にやるんだ。いいぞ。これ2回中かな？あー、でもどうだろう？微妙だな。難しいな。なんかね、角度を狙うのが難しい。あー、もうちょっとだった！いや、1回中で狙うのか、どうかっていうのがすげー難しい。ここでね、初めてこう、1回中で狙うの、2回中で狙うのっていう、この微妙なコントロールの難しさが出てきてるような気がする。さあ、最後、やってきました。これ分かったさ。これ。
早めにこうやって解いて、こう。え？もう一回、もう一回よ。もう分かったから。こう。あ！そんな、何それ、シュールすぎるだろ。もう分かりました。三度目の正直です。こちら辺狙って、この角度ですね。いきます。この辺です。あ、おーし、来た。というわけで終わりたいなと思うんですが、こいつの空中感覚やばいね。こんだけさ、自由自在にダブルコントロールできたらもう3回中とかひねりとか余裕だろうねっていう、なんかゲームに対してのマジツッコミ。じゃあね。